クトリビアいつの間にか眠れる雑学ご案内は大橋敏夫ですマンボウが昼寝をするとき体を横にする海の中をゆったりと泳いでいる可愛らしい姿が我々の心を捉えて離さないマンボウそんなマンボウには昼寝をする習性がありますがそのやり方が一風変わったものとなっています どのように変わっているのかというと、海面に体を横にして昼寝をするというもので、何も知らずにその姿を見た人は、死んでいるのではないかと思ってしまいかねません。なぜこのような姿で昼寝をするのかというと、体温を高めるためだそうで、マンボウは餌を求めて深海に潜ることがありますが、深海の水温は非常に低く、体温も下がりやすくなるとのこと。 そんな冷えた体を温めるために海面に浮かび上がり横になって、太陽の光で温かくなった海水に身を委ねようとしているのではないかと言われています。ただし、最近の研究では、マンボウの体は冷たい環境にいても冷えにくい性質をしているとも言われており、横向きの昼寝も別の理由があるのではという意見も出てきています。もしかしたら、我々が想像できない事情があるのかもしれません。 今後の研究が待たれます日本で最も長かった車の渋滞の長さはキロ年末年始やゴールデンウィークお盆になるとよくテレビで高速道路の渋滞のニュースが聞かれますがそれでもその長さは大抵10キロか20キロほどではないでしょうか。しかしか 1995年12月27日、名神高速道路でとんでもない渋滞が発生してしまいました。その渋滞とは、滋賀県の旗庄パーキングエリア、現在の古東三山パーキングエリア辺りから、愛知県の赤塚パーキングエリアに渡るもので、距離はなんと154キロにも及びました。これが現在の日本最長の渋滞記録となっています。 なぜここまでの渋滞が起こったのかというと、年末の帰省ラッシュも大きいのですが、そのタイミングに合わせて突然の大雪がこの地域を襲い、高速道路が通行止めになってしまったのが最大の理由でした。この時は高速道路のみならず、下の道も混雑し、多くの人が足止めを送ったそうです。この渋滞が解消されたのは24時間後のことでした。 それまでの間、多くの人が食事やトイレに悩まされたそうです。高速が混雑しそうと予想されるときは、多めの食べ物と携帯トイレを持参した方がいいかもしれません。2004年、中国で2万4千個ものマンホールの蓋が盗まれた。道を歩いているとよく見かけるマンホールですが、 その蓋に対して何か価値を感じるという人はほとんどいないのではないでしょうか。ところが2004年の中国で、そのマンホールの蓋が2万4千個も盗まれたそうです。というのも、盗んだマンホールの蓋を闇の金属回収業者に売ってお金に換えるという犯罪者がいて、中国ではずっと社会問題になっていました。蓋が盗まれたことに気づかずに上を歩こうとしてしまい、落ちて亡くなる人も出ているそうです。 蓋が盗まれたマンホールは管理責任の所在が曖昧であるためすぐに新しい蓋を作ることができなかったそうで代わりに落ちても安全なように簡単なネットを取り付けて何とか防いでいたとかちなみに中国でこの事件が起こったときになぜ日本にもマンホールが多くあるのに盗まれないのかという話があったそうですが日本のマンホールは中国のものに比べて非常に重く盗まれることはほとんどないそうです メキシコでは国家の歌詞を間違えると罰金を取られる国家斉唱中に歌詞を間違えると罰金を取られると聞くと逆に緊張して歌いにくくなってしまうのではないでしょうかメキシコでは実際にそのような法律がありサッカーの試合で間違えた選手が罰金を取られてしまったことがあります当の本人はわざと間違えたわけではないと 裁判で訴えましたが認められず日本円で4200円ほどの罰金を捉えてしまいましたちなみに悪意を持ってわざと間違えた場合の罰金額は10万円ほどにもなるそうですメキシコでは国家は国の象徴と考えられておりそんな国家を間違えることは国に対する敬意が足りないと判断されるためこのような法律が設けられたわけです大きな大会の開会式では 必ず国家斉唱があるためメキシコ人はその度に異様な緊張感に包まれているのかもしれませんロック史上初のチャリティーコンサートを行ったのはビートルズのジョージ・ハリスン現在多くのチャリティーロックコンサートが開催されていますがその元祖となるものを開催したのは誰かご存知でしょうかその人物とは元ビートルズのギタリスト ジョージ・ョーハリスンでした1971年ジョージ・ハリスンはインド出身のシタル奏者ラビシャン・カールと共同で当時上と疫病に苦しんでいたバングラデシュの難民を救うためのコンサートをニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催しましたこのコンサートでは企画に賛同したエリック・クラプトンやボブ・ディランをはじめとした多くのミュージシャンがノーギャラで参加し話題となりましたチケットの売り上げも好調で 昼と夜の2回の公演で4万枚ほどが販売され、また、ライブの映画やレコードの企画もあり、多くの収益があったそうですが、当時まだチャリティのシステムが整っていなかったため、寄付金がちゃんと送られたのは10年以上後だったそうです。しかし、この意図は多くのミュージシャンに影響を与え、その後、世界中でさまざまなチャリティコンサートが開催されるようになりました。花々しい大成功とは言えませんでしたが、 このコンサートがなければ今のようなチャリティーコンサートはなかったかもしれません三船敏郎は35歳の時に70歳の老人を演じている昭和の名優三船敏郎特に黒澤明監督の映画での名演技は今でも映画ファンに名高いものがありますそんな黒澤作品の中の一つ 生き物の記録では、当時35歳だった三船敏郎が70歳の主人公を演じています。この映画は、制作当時に行われたアメリカのビキニ干渉の核実験を題材にしたもので、核兵器の脅威から逃げ出すために、全財産を使ってブラジルに移住しようとした工場の社長をめぐる騒動を描いています。この工場の社長を演じたのが三船敏郎で、核兵器を恐れて凶乱している老人を見事に演じきっています。 この映画では三船は特殊メイクを施して老人を演じましたが、映画を見た観客はあまりにもリアリティがある老人の姿から三船の姿を想像できず、どこに三船が出演していたんだという声が上がったほどでした。アクロスワ作品の中ではあまり有名ではありませんが、三船の素晴らしい演技からコアなファンがつく名作となっています。興味がある方は一度見てみてはいかがでしょうか。 川端康成が NHK の連続テレビ小説に出演したことがあるノーベル文学賞も受賞した日本を代表する作家川端康成そんな彼が NHK の朝の連続テレビ小説に出演した経歴があると聞くと誰もが驚くことでしょうこれは1965年に放送された連続テレビ小説5作目となる「玉揺ら」という作品でのことで 彼はこのの作作品の原作者でもありました。川端は小説の取材旅行のため京都を訪れていましたがその時偶然にも玉浦のロケが行われておりスタッフを激励しようと立ち寄ったところディレクターが川端に出演を依頼最初は断ったもののディレクターの熱意に負け仮面を出演し扇千げんじる女性と立ち話をする老人を演じました女優とのツーショットということで 撮影時はかなり照れまくっていた様子でしたが、出演者やスタッフは、ドラマに出演するはずがないであろう川端の演技を見て、大喜びだったそうです。こう聞くと、見てみたいと思う方も多いかもしれませんが、残念ながら NHK にもこのドラマのフィルムが現存していません。こんな貴重なシーンが保存されていないなんて、非常にもったいない話ですね。 競馬の障害レースの距離が通常のレースより長いのは。競走馬の怪我を防ぐため。競馬のレースの障害レース。通常のレースで走る距離が二千メートルや二千四百メートルなどであるのに対し。障害レースでは四千百メートルなど。通常の競争よりも長い距離が設定されています。ただでさえ飛び越える障害があり、競走馬に負担がかかるのに。 さらに長い距離が設定されていることに疑問を生じるかもしれませんが、実は逆に競走馬のためを考えてのことでした。距離が短いと、競走馬はゴールを目指し猛スピードで走り抜けます。しかしその途中で勢いを止まって怪我をしかねません。そのため、わざと距離を長くして、競走馬が走るスピードを抑えて、彼らを怪我から守っているというわけです。ちなみに同じ理由で、 競走馬が背負うクランなどの重さも通常のレースよりも重いものが使われているようです。過去には現在より距離の短い障害レースも行われていたようですが、やはり安全面で不安があったのか、現在は行われていません。ちなみに障害レースで競走馬が飛び越える障害は高さが120センチから140センチほど、高いものだと160センチもの高さがあります。 これを巨大な競走馬が飛び越える迫力はすごいものがあります。一度競馬場などで生で見てみてはいかがでしょうか。宇宙に行ったゴキブリがいる。犬や猫からメダカまで過去にさまざまな生き物が宇宙空間へと旅立ちましたが、そんな中、あの多くの人が嫌いするゴキブリも宇宙を旅したことがあります。 2007年、ロシアの生物医学研究所は宇宙空間が生命体に与える影響を調査する実験の一環として、数匹のゴキブリをロケットに乗せて宇宙ステーションへと送り、12日間もの間そこで生活させました。これらのゴキブリたちは特別なコンテナに収められ、ビデオカメラでその様子を詳細に観察されたそうです。その実験では宇宙空間でのゴキブリは運動能力が低下し、 動きが鈍くなって、非常に疲れやすくなっていたとのこと。また、その際に新しいゴキブリが33匹生まれました。これらのゴキブリは、地球のゴキブリに比べて、背中の色の変化のスピードが違ったそうです。苦手な人には、身の毛が弱そうな宇宙ゴキブリの実験ですが、さまざまな成果を得られたようです。もしかしたら、この実験から、人類の未来に役立つ技術が 誕生していくかもしれません日本に最初に眼鏡を伝えたのはフランシスコ・ザビエル目が悪い人には欠かせない眼鏡誕生したのは13世紀のイタリアと言われています当時ガラス工芸で栄えていたベネチアで本格的な眼鏡が製造されそこから世界に広まったとされています そんなメガネが日本にやってきたのは1549年のことで、最初に持ってきたのはキリスト教を日本に伝えたことで名高い宣教師のフランシスコザビエルでした。ザビエルは来日してスウの国、現在の山口県へとたどり着きました。そこで国を治めていた戦国武将大内義隆に越見、メガネを献上したそうです。すなわち日本で最初にメガネをかけたのは。 大内義孝であると言い伝えられています。1551年に日本を離れたザビエルですが、他の戦国大名にもメガネを献上していたらしく、文後の国を治めていた大友宗麟もその一人で彼も眼鏡をかけたそうです。この後、メガネは武将の間から全国に広まるようになりました。かの徳川家康は献上品として受け取った。メガネを晩年に老眼鏡として。 愛用していたと伝えられていますかつての中国では囲碁の盤」と「碁石」を使った占いが行われていたゲームとしておなじみのは「囲碁」は古代中国では単なる「ゲーム」としてではなく別の目的で使われていたという話が伝わっています。古代中国のの伝説上の皇帝、行帝が 盤や碁石を占いの道具として使用しこれを用いて天下を治めたという記録が残っています。というのも現在標準となっている囲碁の五盤には361もの線が交差した点がありこれが1年の日数を表していると考えられさらに五盤を4等分することで春夏秋冬すなわち四季を示していたとされています。また、白い石は昼、 黒石は夜を意味するとも考え、そのため囲碁は占いをするのに適しているということで、歴史上の大事な局面で囲碁で今後の行方を占っていたそうです。行帝以外にも囲碁を占い道具として使っていたという記録は残されており、紀元前16世紀から11世紀頃の陰の時代に、占いに関する高ーコス文字の中に囲碁に関する記述があったそうです。 囲碁がゲームとして定着したのは紀元前3世紀の漢の時代だと言われています我々が単にゲームだと思っていた囲碁にそんな過去があったなんて驚きです枕をレンタルできるサービスがある最近はさまざまなものを買わずにレンタルで済ますことができる非常に便利な時代になってきました 中にはこんなももものののままででレンタルができるのというものもありますその一つに枕がありますその名もそのまま「枕レンタル」というサービスでネットで枕を注文しそれを最大1か月借りることができるものでもしその枕との相性が良ければレンタル分の料金を割引した金額で購入することができ合わなければ返却することも可能です枕選びは非常に難しく 実際に買って家で使ってみないと自分に合うものかわからないものですこのサービスはそんな悩みを少しでも解消できるようにと誕生したものでレンタル料金さえ払えば自分に合う枕を見つけるまで何度も試すことができます高さや柔らかさ、形などさまざまな枕を用意しているようでどの枕にも合わないということはなさそうですしっかりと睡眠が取れないとお悩みの方は 一度試ししててみてはいかがでしょうか。がでょうニュートンが万有引力を発見するきっかけとなったリンゴの子孫の木は日本にある庭でリンゴが木から落ちるのを目撃したのをヒントに万有引力の法則を発見したニュートンこのきっかけとなったリンゴはニュートンのリンゴと呼ばれその子孫となる木は 世界の科学に関係の深い場所に送られ現在でも育てられており実は日本にもその子孫が何本も植えられています最初にその子孫となる苗木が送られたのは1964年イギリスの物理科学研究所から日本学士に送られましたしかしその際この苗木が病気のウイルスに汚染されていることが発覚当初は処分してしまおうという話もありましたが 学術的に貴重であることから東京の小石川植物園で隔離されて育てられることになりましたそして長年の研究の結果16年後となる1980年にウイルスに汚染されていない部分を切り出すことに成功翌年からこの木が一般公開されさらに日本各地に移植されることになりました現在では小石川植物園をはじめとして青森県の林檎研究所 広島大学、長野県、果樹試験場などさまざまなところで育てられています和歌山ではみかんを皮ごと四つに割ってから食べる、まあ、みかんといえば裏側の中心に指を入れてそこから放射状に皮を剥いて中身を取り出して食べるというのが普通と思われますが実はみかんの本場、和歌山県有田市では ほとんどの人がアリダムキと呼ばれる変わった剥き方で食べるそうです。このアリダムキとはどのようなものかというと、みかんを皮ごと半分に割り、それをさらに半分に割って中身を取り出して食べるというもの。なぜこの地域でこの剥き方がスタンダードになっているかというのは、はっきりと分かっていませんが、一説によると、軍手をつけて作業しているみかん農家の人がみかんを味見しようとするときに、 汚れた軍手のままで、みかんの中身を触れないようにするために考案したのではないかと言われています。この有田向き、皮が分厚い品種ほど、身と皮が簡単に離れるのでやりやすいそうです。冬場にこたつでみかんを食べるときにでも、一度やってみてはいかがでしょうか。鹿児島県姶良市では、雲を戦わせる大会がある。 鹿児島県姶良市にある姶良市カジキ福祉センターでは、毎年6月の第3日曜日に変わったイベントが行われ、国内のみならず、海外からも多くの見物客が訪れます。そのイベントは何かというと、姶良市カジキ町クモ合戦大会。これは、クモを長さ60センチの棒で戦わせるというもので、相手に噛みつこうとしたり、相手のクモの尻に糸をかけたりした方が勝ちとなります。 1>, 1匹のクモは最大3回戦うことができ、参照するとトーナメント王将戦の部に参加できます。このイベント、ただがむしゃらにクモを戦わせるだけでなく、ちゃんとクモに対して注意を払っており、戦っている途中に噛みついて勝敗が決まりそうなときは、その直前で勝敗を決めてクモが傷つかないようにしています。また、大会が終わった後は元の生息地に返してあげるなどの決まりもあります。 この数十年で、鹿児島周辺の雲の数もどんどん減っているとのこと、主催者側にとっては、このイベントを通じて、自然や生態系、環境問題に対する興味を持ってもらえる機会を作ってほしいとの思いもあるようです。陸上大会の短距離走で、スターターが使うピストルからは、音は出ない。 陸上競技の短距離走などではスタート時にスターターがピストルを鳴らして合図をしますが実は最近の大会ではあのピストルからは一切音が出ていませんあのピストルは単にタイムを計測するタイマーをスタートさせるためのスイッチでしかなく音は選手の足を固定するためのスターティングブロックやトラックの内側に設置されたスピーカーから再生されたものですなぜ実際のピストルを使わないのかというと ピストルの音だと、スターターに一番近いコースにいる選手と、一番遠いコースにいる選手の間で、音が届くまでに微妙なタイムラグが生じてしまうからです。0.01秒競い合う短距離走だと、そのラグが致命的になったりします。それを防ぐためにこのようなシステムが取られるようになったわけです。ちなみに、あの合図のためのピストルですが、昔は実際の拳銃が使われていたことがあったそうで、 そのため海外の大会では拳銃を扱うことができる警察官がスターターを務めていたこともあったようです月でも地震が起こる毎日のように日本のどこかしらで起こっている地震ですが実は月でも同じように地震が起こっていますかつてアメリカが行った月面探査計画アポロ計画で 月に地震計を持ち込み観測した結果地球と同じように月でも揺れがあることが判明しましたそしてこの揺れに地震を意味する英語アースクエイクにちなんでムーンクエイクと命名しました、まあ、ちなみに日本語では月に震えると書く月震と呼ばれますなぜこのような現象が起こるのかというとさまざまな原因が考えられており最も多い原因は 地球と月の引力が影響し合って起こるもので、マグニチュード1か2ほどと、地球の地震に比べて規模は小さいものの、およそ30日に1回起こっています。また、月の比較的浅いところでは、マグニチュード3、4規模の比較的大きい地震も観測されています。ただ、この地震に関しては様々な調査が行われましたが、未だに原因は分かっていません。また、厳密には、 地震とは違うものではありますが、隕石の衝突による衝撃で揺れも観測されています。歌手の北島三郎が出演したマリオシリーズのゲームがある。1980年代に起こったファミコンブーム。多くの人がファミコンの虜になり、さまざまなゲームに熱中していました。そんなブームの中、ビートたけしをはじめ多くの芸能人が ゲームソフトを手掛けたりキャラクターとして登場したりしましたがあの演歌の大御所北島三郎もファミコンゲームに出演した経験がありますこれは任天堂から発売された「帰ってきたマリオブラザーズ」というソフトで当時ゲームとしては珍しく食品メーカーの永谷園がスポンサーとなって販売価格が少し安くなる代わりにゲーム中に CM が入るという仕組みでしたそのの一つに 当時、永谷園のお茶漬けのりのテレビ CM に出演していた北島三郎が出演するものがありました。マリオとルイージとともにコミカルに画面上動く北島三郎の姿は非常に印象的です。このゲーム、CM 付きという内容なだけにリメイクは一切販売されていないレアなもので中古価格も当時の10倍以上となっています。もし持っている人がいたら コレクターズアイテムとして大事に取っておいた方がいいかもしれません。55分で終わったプロ野球の試合があった通常プロ野球の試合時間は1試合あたり3時間ほどかかりますが過去には1時間を切るというとんでもない短時間で終わった試合があります。その試合は1946年7月26日に、 西宮球場で行われた大阪タイガース対パシフィックの試合でタイガース先発の渡辺誠太郎投手が9回を88球で5アンダー2三振で完封し1対0で勝利しました対してパシフィック先発の湯浅義明投手も8回を91球で完投しましたが7アンダーを浴びました両投手とも投球数が非常に少なかったためヒット数はそこそこありながらも試合はスピーディーに展開し わずか55分というプロ野球史上最短記録となる時間で試合が終了しました。対して過去最長の試合時間記録は、1992年9月11日に甲子園球場で行われた阪神タイガース対ヤクルトスワローズ戦。結果は3対3の同点で延長15回までかかり、試合時間はなんと6時間26分でした。 試合が終わったのは翌日の午前0時を過ぎていたそうでおそらく最後まで試合を見た観客の中には終電でも帰れなかった人もいたのではないでしょうかボウリングでは両手でボールを持って投げる投げ方がある通常ボウリングでボールを投げるときボールの穴に指を入れて片手で持って投げるという人が多いと思われますししかし最近 この常識を覆す新しい投げ方が誕生しているのはご存知でしょうか。それは両手投げというもので、ボールを抱えるように持ってレーンを助走して投げるというもので、アメリカのプロボーラーの間でこの投法で活躍する選手が出てきたことから注目を浴びるようになりました。この投げ方だと、もう片方の手でボールを回すように転がすことができるため、片手で投げるより強い回転をかけることができるというメリットがあり、 日本のプロの間でも取り入れる選手が増えてきています。実際にこの投法を使ってプロの大会で優勝している選手もいるそうです。もしかしたら将来、この投げ方がスタンダードになるかもしれません。ボーリングのスコアアップに悩んでいる方がいたら、試してみる価値はあるのではないでしょうか。お尻の穴で呼吸する亀がいる。 我々、人間が呼吸をするときは、口から空気を取り入れて、肺で酸素を取り入れ、二酸化炭素を外に出します。また、魚はエラ、カエルは皮膚を使って同時に呼吸を行いますが、一部のカメは、なんとお尻の穴を利用して呼吸をしています。そのカメとは、カワガメという、主に川に生息するカメです。厳密に言うと、カメのお尻の穴は、総排泄イという名称で、 排泄だけでなく、産卵や生殖活動もすべてこの一つの穴から行います。カワガメは、この穴を通して水を取り込んで体の内部の器官に送り込み、そこから水に含まれる酸素を吸収して体中の血液へと流し込みます。なぜこのような呼吸をするようになったかというと、顔を出さずに酸素を取り込むことができる体とされています。水面に顔を出していると、 点滴に見つかって食べられてしまう可能性がありますそれを防ぐためにこのような呼吸ができるように進化していったというわけですカワガメにとってお尻で呼吸をすることは実はかなり理にかなった手段なのです抱き枕と結婚した男性がいる2010年ある韓国の男性が 抱き枕と結婚したことで話題となりましたこの男性が結婚したのは日本のアニメ魔法少女リリカルナのハのキャラクターフェイトが印刷されたもので彼はどこへ行くにもこの抱き枕と一緒でドライブや食事、遊園地にも行ったそうですまた食事では抱き枕の分のメニューも注文し遊園地では入園料も払うというまさに本当の彼女としての扱いを施していました 結婚式は東京の教会で行われましたが、彼はスーツを身につけ、ウェディングドレスをまとった抱き枕と永遠の愛を誓ったそうです。教会の牧師も彼らの門出を祝い、通常と同じように結婚式を進めていたそうです。そして式が終わると夫婦は熱烈なキスをして、その幸せぶりを見せつけたとのこと。ちなみに現在も彼の結婚生活はうまくいっているようです。 世間的には奇妙な目で見られる結婚かもしれませんが本人たちにとって幸せならばそれでいいのかもしれませんね橋の柱に書かれている文字で入り口と出口が見分けられる川に架か,かっている橋に実は入り口と出口があるというのはご存知でしょうかそれは橋の入り口と出口というよりも 道路の起点と終点をはっきりさせるために設定されたものでかつては東京の日本橋に近い方が入り口遠い方が出口と決められていたそうですが現在ではそれぞれの都道府県や市町村によってどちらが入り口出口の決め方が違っているそうですではどちらが入り口か出口か見分ける方法があるのかというと実は簡単な方法がありますその方法とは 橋のたもとにある柱に書かれた橋の名前を見ればよいのですここに書かれた橋の名前が漢字で書かれていると入口ひらがなで書かれていると出口です特に見分けたからといって何か便利なことがあるかと言われると決してありませんが知ってるとちょっと得した気分になるそんな雑学でした一人ぼっちのぼっちとは お坊さんのこと孤独な状態を意味する「ひとりぼっち」この言葉は「ひとりぼうし」という言葉から生まれたと言われていますこの「ぼうし」がなまって「ぼっち」という言葉に変化したそうです「ぼうし」とは出家して仏教の戒律を守って修行している人すなわち僧侶お坊さんと同じ意味の言葉です僧侶は家庭での生活を捨てて全てを修行に投げうって過ごしています 中でも、一人ぼっちと呼ばれる人は、あらゆる宗派や教団に属さず、ずっと一人で行動している僧侶のことを指します。彼らは戻る寺もなく、ずっとさまよい続けながら修行に打ち込んだとされています。そこから孤独な人のことを、一人ぼっちに例えて、一人ぼっちと呼ぶようになったそうです。現在では、ぼっち飯、ぼっちカラオケと。 あえて一人でいるのを楽しむにも「ぼっち」という言葉を使うようになりプラスのイメージでも使われるようになってきましたがもともとはどうしても一人にならざるを得なかった悲しいお坊さんから生まれた言葉なのです日本映画初のキスシーンは GHQ の指導により撮影された1946年5月23日 終戦から間もない日本である映画が公開されました。佐々木康氏監督、二十歳の青春という作品で、ある男女の恋愛を描いた、まあ、一見普通の映画でしたが、ある理由で日本中から注目を浴びました。というのもこの中で、日本で初めてとなるキスシーンが演じられたからです。これは当時、日本を占領していたアメリカの GHQ が、堂々と人前でキスをするといった恋愛などに対する欲望を表明することで、 日本人の思想を改革しようという思惑を込めて映画会社にキスシーンを入れるように呼びかけたことから取り入れられました、まあ、今まで人前でキスを見せるようなことがまずなかった日本人にとってこのシーンは非常に刺激的だったのか多くの観客を動揺させたようですちなみにこのシーンを演じた俳優の生野道子と大坂四郎はさすがに実際にキスすることに抵抗があったのかお互いの口の間に 小さなガーゼを挟んででごまかしていたそうです。南極にも温泉がある南極半島の近海に浮かぶサンスシェトランド諸島にあるデセプション島、ヒゲペンギンの繁殖地として知られるこの島にはなんと南極には珍しい温泉があり訪れる観光客を楽しませています。 この島は1967年と69年に噴火が起こった火山島で現在でも火山活動が活発であるため海の底から温泉が湧き上がっています火山活動が強い日は湧き出るお湯も高温であるため海水とうまく調和されてちょうどいい温度の温泉を楽しむことができるそうですまた南極という極寒地域でありながら温泉の影響で海水が暖かいため 水水着で海水浴を楽しむ人もいるんだとかこの風景だけを見ていると果たして自分が南極にいるのか疑ってしまうかもしれませんまたここより少し南に位置するエレバス山という山も火山のため近くに温泉が湧いている可能性がありますもしかすると南極が温泉ファンが集まるスポットになるかもしれません 雨男アメ女が集まってできた「日本アメ男協会があるアメ女」と聞くとどうしてもネガティブなイメージが湧きます。屋外のイベントに行く時に来てほしくないと言われた人もいるのではないでしょうか。そんな人たちが集まって励まし合う団体が存在します。その名も「日本アメ女アメ男協会」で2009年に設立されました。 彼らは、ネガティブに捉えられがちな自分たちの雨を降らせるパワーを、雨が降らなくて困っている農村などの地域に出向いたりするなどで、効果的に活用しようといった取り組みを行っています。もともとはノリで作られた団体だそうですが、現在では日本のみならず、海外支部も含めて二百五十名以上の会員が所属しています。まあ、現在、世界では砂漠化が進んでいて、日本でも滑水問題が起こったりと、 水不足問題がささやかれていますそんな世界を救えるのは我々であるという強い気持ちを持って活動を続けているようですもし「雨男雨女」と言われたことがある人がいたらホームページやフェイスブックのアカウントがあるので一度覗いてみてはいかがでしょうか「昔のピアノは白と黒の鍵盤の色が逆だった」 ピアノは1700年頃、イタリアの楽器製作者のパルトロメオ・クリストフォリによって、新たな鍵盤楽器として生み出されました。その後、ヨーロッパの富裕層の間で広まり、多くの人がその音色を楽しんだそうです。しかし、18世紀頃まで広まっていたピアノは、現在とあることで大きな違いがありました。それが鍵盤の色です。 今のものはドレミファソラシドの基本となる音の鍵盤は白半音ずれた音の鍵盤が黒となっていますが当時のピアノはそれが逆となっていました。これはもともとピアノの原型となったチェンバロがそうだったということもありますが当時ピアノなどの鍵盤楽器の鍵盤の材料として白の鍵盤には象下黒の鍵盤には黒炭が使われていました。 ただ、造毛の価格は黒炭よりも高く、なるべく安い価格で作るために造毛を節約したいという傾向がありました。そこで、数が少ない半音の鍵盤を白、数が多いドレミファソラシドの鍵盤を黒にしていたのです。しかし、この鍵盤は19世紀に入ると、現在と同じ配色に入れ替わります。なぜそのようになったかは、はっきりと分かっていませんが、白が多い方が見栄えがいいことや、 貴族が財力を証明するために造芸を多く使ったから、などといった説が挙げられています。うさぎのキャラクターミッフィーは、横顔を見せたことはない。うさぎのキャラクターミッフィー、日本ではうさこちゃんとも呼ばれて親しまれています。そんなミッフィーですが、今まで彼女の横顔を見たことがある人はいるでしょうか。実は、 横を向いたた彼女の顔はは度も描かれたことはなく、常に正面を向いています。なぜ横を向いたことがないのかというと生みの親である絵本作家ディック・ブルーナのある思いが理由でした彼はミッフィーを描くにあたって子供たちの正直なまっすぐな目に応えたい嬉しい時にも悲しい時にも目をそらすことはなく読者の子供たちと正直に対峙していたいと話しています。 すなわちミッフィーはどんな時でも子どもたちを見ているよということを横顔を見せないことで表現しているというわけですそれだけ子どもたちに対して真剣に向かい合って描かれているということが現在でも人気の秘訣なのかもしれませんちなみにこのミッフィーという名前は本名ではなく英語名です本名はナインチェプラウスといいオランダ語でふわふわのウサギちゃんという意味です サッカーの試合でオウムにレッドカードが出されたことがある。普通サッカーの試合でレッドカードが出されるのはピッチに出ている選手たちですが、かつてイギリスで鳥のオウムに対してレッドカードが出されたことがあります。これは地元の試合を観戦しに来ていた女性が鳥かごに入れて持ってきていたもので、最初のうちはおとなしく見ていましたが、後半に入りしばらくするとオウムが 審判が鳴らす笛の音をまれて泣くようになりました。そのオウムが泣くたびに選手たちは動きを止めるためたちまち試合は混乱しこのままでは試合にならないということで審判はそのオウムと持ってきた女性をレッドカードで会場から退場を命じて家へ帰らせていったそうです。それを見ていた観客たちは笑ってしまいましたが当の選手や審判たちにとっては大きな迷惑であったことでしょう。ちなみに なぜこの女性が会場にオウムを連れてきたのかは分かっていません。もしかしたら、わざと試合を混乱させるためだったのではないか、という噂もあったとか。コアラは一日22時間寝る。オーストラリアでおなじみの動物コアラ。その可愛らしい姿は見ている我々を癒してくれます。そんなコアラは、 1>, 1日のほとんどを寝て過ごしているというのはご存知でしょうかコアラの1日の睡眠時間はおよそ18時間から最大20時間多いものだと22時間も寝るものもいますなぜこんなに睡眠時間が長いのかというとコアラが餌として食べているユーカリの葉は繊維質で毒素が強くかつ栄養価が高くありません そんなユーカリの歯を消化吸収するためには相当量のエネルギーを消費する必要があります。そのため、普段の生活で睡眠することでエネルギーを消費せずに蓄えているというわけです。これだけ睡眠時間が長いと動物園などで動いているコアラを見ることはほとんどできないかと思われますが、実は食事の時間になるとコアラは起きて動き始めます。もし動いているコアラが見たいならば。 食事時を狙うのがいいかもしれませんオリンピックのマラソンで車で移動して優勝した選手がいる1904年にアメリカのセントルイスで開催された第3回夏季オリンピックの男子マラソン30度を超える暑さの中最初にゴールテープを切ったのはアメリカのフレッド・ローズという選手でしたしかし彼は あるとんでもない理由で失格となり、世間の非難を浴びることになりました。ローツは当初20キロ過ぎまで走っていたものの、暑さにやられたのかダウンしてしまい、道端で倒れてしまいました。その時、偶然1台の自動車がやってきたのを見たローツは、この車に乗せてもらい、スタジアムまで向かいました。この時は、彼は危険するつもりで向かっていたかもしれません。しかし、スタジアム直前でこの車がエンストしてしまいます。 その時悪魔が囁いたのかローツはそこからもう一度走り出しますそしてそのままトップでゴール金メダルを受け取ることになりましたしかしそれを見た車の運転手が彼を乗せていたことを証言ローツは着せる行為で失格となり2位の選手が繰り上げで金メダルを受け取ることになりましたローツはこの結果オリンピックから永久に追放されてしまいますつい魔が差したとはいえ その代償は大きかったようです。ブラジルの食事ではナイフとフォークを持つ手が逆。右利きの人がフォークとナイフを手にするときは、ほとんどの人が右手にナイフ、左手にフォークを持つと思われます。しかしブラジルでは左手にナイフ、右手にフォークと逆の持ち方をします。これはブラジル料理の料理の出され方に起因するもので。 ブラジル料理では基本的にお米豆野菜おかずが1つのお皿にのせて出されますそしてほとんどの人はそれを皿の上で混ぜて食べますただブラジルのお米は日本のものに比べて水分が少なくフォークにのせようとするとボロボロとこぼれてしまいますそこで横にナイフを添えることでこぼれることを防ぐのですがその際に左手にナイフ右手にフォークを持つと非常にやりやすいということから このの持ち方が普通なのだそうです。もしブラジルに行くことがあれば「豪に行っては豪に従え」ということでこの食べ方をしてみてはいかがでしょうか実際この食べ方の方が食べやすいという声も多いようですよ日本最大の日の丸の国旗は出雲大社に掲げられている「日本の国旗日の丸」。 役場や学校などさまざまな施設で形容されていますがその大きさはどれだけ大きくても幅1メートルぐらいでしょうしかし鳥取県の出雲大社に掲げられている日本で最も大きい日の丸は縦9メートル横13.6メートルと畳75畳分に相当します重さも50キロと1人で持つのも難しいほどそれが地上47メートルの高さに掲げられていますこの 四十七メートルという高さは、平安時代に建てられていた出雲大社の本殿の高さとほぼ同じだそうです。かなり高い地点に形容されるため、遠くからでも日の丸がはためいている姿が確認できるそうです。ただ、あまりにもサイズが大きいため、雨の日や風の強い日には形容されません。また、出雲大社の神楽殿には、日本最大級ともいわれる、 全長13.5メートルにもなるしめ縄もあります。出雲大社に行くことがあれば、ぜひこれらの日本一をご確認ください。作家三島由紀夫はヌード写真集を出している。日本を代表する作家の一人三島由紀夫。そんな彼が自身を被写体にしたヌード写真集を出していると聞いたら。 驚くのでではないでしょうかその写真集とは1963年に発表された「バラケイ」というタイトルのものでもともとは写真家の細江栄光が三島由紀夫の評論集に使う目的で写真を撮影していたのが三島が好きなように撮影してほしいというリクエストを発したことから三島のさまざまな姿を撮影する形へと変わっていき結果として写真集を発売するに至ったというわけです。 当時、三島はボディビルで体を鍛えていたからか、惜しげもなく自分の体を披露していました。ゴムホースを体に巻きつけた姿、ふんどし一丁で立っている姿、女性と絡んでいる姿など、当時としては衝撃的な写真が多く、日本中に衝撃を与えました。また、細江はこの作品で、日本写真評価協会作家賞を受賞しており、写真家としてその名が知られるようになりました。 徳川15代将軍徳川慶喜は退位後アマチュアカメラマンとして活動していた江戸幕府最後の第15代将軍徳川慶喜29歳の時に将軍職を退き77歳まで行きましたがその間にアマチュアカメラマンとして活動していた時期があったそうです慶喜は明治維新後趣味に没頭し狩猟や釣り絵画将棋など 様々なものに手を出していたそうですその中でもとりわけカメラにはまっていたらしく写真家の徳田幸吉という人物に写真術を学んでからは撮影でよく屋外に出かけていました当時静岡県に住んでいたため浅間神社や久能山東照宮をよく撮影していたそうですしかし写真の腕はそれほどでもなかったようで 当時発売されていた人気写真雑誌に何度も投稿していましたが、ほとんど採用されることはなかったそうです。しかし、そんな吉野の無念を晴らしたのか、ひ孫である徳川義友がプロカメラマンとしてデビューしています。相撲の土俵の下には、いろんなものが埋められている。 よく土俵の下には銭が埋まっていると言います強くなればそれだけお金を稼ぐことができるという新入りの力士を鼓舞するための言葉で当然実際にお金が埋まっているわけがありませんしかし実際にはお金以外の様々なものが埋められているというのはご存知でしょうか実はあの土俵の下には昆布、かちぐり、米といった縁起物が埋められています 本場所の初日前日に土俵の中央に穴を掘りこれらの縁起物を紙に包んでその穴に入れてそこからお酒を注いでから土を上からかぶせますこれらは本場所が行われている間ずっと埋まったままにされていますもともと大相撲は神事として行われていたため五穀豊穣や国の無事などを祈る意味でこのような儀式が今もって続けられています現在は スポーツとしての側面が強い相撲ですがやはり日本の国技だけあってさまざまな決まり事が重要視されているというわけです八重歯がチャームポイントになるのは日本だけ日本では昔から八重歯はチャームポイントとして扱われていました八重歯を売りにしている女性アイドルも少なくありませんしかし ヤエバがチャームポイントになるのは日本だけで、海外、特に欧米では嫌われていて、強制の対象と考えられています。というのも、欧米ではドラキュラや魔女などの象徴として考えられており、ヤエバが生えていることはそれらをイメージさせるからです。また、海外の人は歯並びの乱れに対して厳しいというのもあります。アメリカだと小さい頃に歯並びの乱れが見つかるとしっかりと治療します。 それができないということは、家庭が貧しいとか、家庭環境が悪いと思われてしまうからです。それだけ海外では、歯並びは重要視されています。とはいえ、日本であれば、そんな悪印象を与えないから、刃は治す必要はないと思われるかもしれませんが、実は刃があると、虫歯や歯周病、視覚過敏のリスクが高まると考えられています。特にこれといった理由がない限り、 強制した方が良いのかもしれません。病院のベッドが硬いのは心臓マッサージをしやすくするため。病院に入院したときベッドの硬さに不満を持った人は少なくないと思います。しかしあの硬さは単に病院がケチって安いベッドを使っているというわけではなく、ちゃんとした理由があってあの硬さになったそうです。 まず、一つ目の理由として、患者の床ずれを防ぐためです。ベッドのマットが柔らかいと体が沈み込んで、マットと体が触れる面積が増えます。そうなると、体の身動きが取れない患者は、長時間マットに触れることで皮膚呼吸ができなくなり、床ずれが生じてしまいます。また、床ずれを防ぐために、看護師さんたちは患者の体の向きを定期的に変える必要がありますが、 マットが柔らかいと、患者の体が沈み込んでいて、簡単に転換させることができません。硬いマットであれば、あまり力をかけずに、患者の向きを変えることができるというわけです。次に、患者に万が一のことがあった場合、医者は心臓マッサージを行いますが、その際にマットが柔らかいと、心臓に対する衝撃がマットに吸収されてしまいます。そのため、マットを硬くして、 心臓ベッドの硬さは患者のことをちゃんと考えた結果のこと寝づらいかもしれませんがそこは許容してあげたいものです「東海道四谷階段」は「中心蔵」のスピンオフ作品夏の風物詩階段その中でも 東海道四谷階段をご存知の方は多いのではないでしょうか実はこの話あの「忠臣蔵」と非常に関連深いと言われると意外な気がします。というのも東海道四谷階段で殺されたお岩という女幽霊が復讐する侍伊右衛門は赤穂藩の藩士でかつてその伊右衛門がお岩と出会った後に恋をした女性がかの木田光介介の,の家臣の孫だったという設定があるからです。 作者である鶴谷南北もこの作品を中心柄の外伝であるという構成で描いていたそうです。そのようなバックストーリーがあったことから江戸時代には中心蔵と東海道四谷階段の舞台が交互に上演されていました。どちらも見ることでそれぞれの関係性を理解したいと思った観客で大盛況だったそうです。まあ、現在ではこの両作品の登場人物が同時に登場し 新たな解釈を加えた、四ツ谷階談中心蔵なる歌舞伎作品も誕生しています。興味がある方は、これらの作品を見比べて、その関係性を深掘りしてみるのも、面白いかもしれません。聞くトリビアいつの間にか眠れる雑学ご案内は、大橋敏夫でした。